こんにちは、イマジンハート研究所のナホリンです。今日はね、ちょっ と, ち、いつもと違う、ことなんですけど、ちょっと前ぐらいからですね、こうスパイチップっていう話がですね、ちょこちょこと出てるんじゃないかと思うんですよ。テレビなんかでも、まあ僕はあんまりほとんどテレビ見ないんでわかんないんですけど、ニュースわかんないんですけど、ネットのまあニュースであるとかですね、あの YouTube の動画とかですね、ブログなんかでちょっと随分なんか騒がれてるようなんですよね。なのでちょっとその記事っていうかですね、それをちょっと、本当なのかなっていうことを含めて、僕なりのね、見解としてちょっとお伝えできたらなと思って、短くちょっとやりますんでね、長くなっちゃっていけないんで、まあいろんな記事があってですね、ここに書いてある記事はですね、こう見出しがこうなってるんですけどね、中国スパイチップ情報に、中国スパイチップ情報に売れるシリコンバレーとアップルのニュース、一気読むとかね、なんかそういうね、いろんなの出てるんですよ。まあどれもね、そんなに大してあの違いはないんですけれども、まあググってもらえばいいと思うので、たくさんの記事があるんで見ればいいと思いますけど、結局はですね、グルームバーグっていうところの記事らしいんですよね。ザ・ビッグ・ハックっていう。まあ、スパイチップの名前が、ビッグ・ハックっていう名前を付けてるみたいなんですけどね。これが、簡単に説明すると、サーバー向けのですね、スーパーマイクロっていうところが出してるですね、マザーボードに設計にないですね、米粒ぐらいの大きさのですね、ここに書いてある米粒にも満たないようなサイズのマイクロチップが埋め込まれており、要するにサーバーの基板ですね、サーバーの基板、サーバーの基板はもっとちっちゃいんですけど、僕持ってないですけど、まあここにまあ古いものですけど、マザーボード、あ、ちょっと待って、マザーボード、これはね、ジャンキーの古いやつですけど、ちょっと引いた方がいいかな。まあこういうね、古いボードですけどね、これマザーボードって言うんですよ。で、ですね、これは普通の PC のマザーボードなんですけれども、サーバーのマザーボードっていうのはまたちょっと特殊でですね、ちっちゃいんですよ、小さい。CPU とですね、メモリーとかそういう、まあ、ネットワークはついてますね。そういう感じでディスプレイとかないんですよ。要するに、ラックで、まあ、テレビなんかでよくやってると思うんですけど、ラックにこう差し込んでですね、たくさん差してですね、使う、まあ、並列に、動かしたりとかですね、そういうことするんで、 CPU とメモリーとネットワークとかですね、そういった基本的なものしかついてない、サーバー向けのですね、サーバー向けの、マザーボードなんですけど、基本的にはまあサーバー向けも、PC も、まあ、マザーモードとしては、まあ、そんなに変わりはないんですけど、ちょっと形状的には多少違ったりとかですね、性能的にも違いますね。はい。そういう、こういうね、マザーボードのところに、どっかにね、米粒よりも小さい、サイズのですね、マイクロチップが埋め込まれており、サーバーを監視し、知財などを盗み取る目的で使われていたという内容なんですけれども、いろんなね、この記事の信頼性とかですね、取材の、透明性とかね、そういう記事があるんですけど、まずね、僕が、まあ夜中ね、ずっと調べてたんですけど、そのチップの写真がないんですよね。どんなチップなのか。米粒内のチップって、まあね、まあ、これで言うとですね、ちょっと、どっかの記事出てたのはですね、チップコンデンサーぐらいの大きさとかね、そんなようなことを言われててました。
その例えばチップコンデンサーって言ったらここについてるのはみんなチップコンデンサーなんですよ。ここにちょこちょこちょこっとこう茶色っぽく見えるでしょ。これチップコンデンサーなんですよ。これにはまあ大きさがあって、これもはちょっと大きめかな、これはちょっと大きめかな。うん、要するに形状がですね、写真出てないんですよ。まあ写真らしきものをちらっと写ったんですけど、ちっちゃく写って本当にそれなのかどうかもわからない。要するに、チップが見つかった、要するにチップっていうのは物理的なものなんでね、まあスパイウェアみたいなのとこうソフトなんで、実体がないのになんでビジュアルのものを写してないのかっていう、見つけたんだからものがあるわけだから、少なくとも、そのものの写真とかは写せるし、そのもの自体が秘密っていうことはないと思うんですよね。あとですね、もう一つ、まあ大きさっていうのも一つの要素なんですけど、チップ大、米粒大のって言っても、まあ1ミリなのか 0.5 ミリなのか、その辺のことしっかりないんですよね。だから米粒大っていうのは随分と、米粒より小さいっていうのは随分抽象的な情報ですね。何ミリとかね、高さ何ミリ、幅何ミリっていう具体的な内容がないんですよね。そしてですね、その能力が、あるかどうかですね、スパイチップとして能力があるかどうかっていう時にですね、要するにそのチップから出てる信号ですね、何本の線が出てってどこに繋がってるかって全然わからないですね。例えばですね、チップいくらですね、高性能な、CPU っていうかプロセッサーがそのチップ内に入ってたとしてもですね、少なくとも今の技術で言えばですね、電源は必要ですね。まあこの前の歯ブラシみたいにですね、電磁誘導で電源供給することはできますよね。例えば、カードなんかもそうかな。キャッシュレスなんかに使ってるカード、とかですね、スイカなんかもそうですよね。どっかにセンサーにかざしたときに電磁波が出てですね、中の電源供給してるんですよね、一瞬ですけどね。それで信号返してくれるんですね。だから全く無電源で動いてるわけじゃなくて、まずそこのチップに対して電源供給の、仕組みがまず分かんないですね。有線でやるとすればですね、少なくとも2本の線は必要になってくるんでね。まあコンデンサーみたいな、チップコンデンサーみたいなだったら、まあもともと端子が2本な、2つなんですね、チップコンデンサーはね。だから電源は供給できると。で、電源供給しただけではしょうがないですよね。信号のやり取りがなくちゃいけないですよね。常識的に考えてね。まあ、量子コンピューターとかね、量子トランス、なんだ、量子、テレポーテーションとかね、そういうような、なんていう空間をですね、無制限にですね、信号を送れるようなものがあれば別ですけれども、まあ今の Wi-Fi なんかだと電波出しますんで、アンテナという物理的なものが必要ですね。確かにアンテナを小さくすることはできるますね。チップ上に、できるかどうかはわからないんですけれども、ちょっと前にどこだっけ、どっかが、小型のなんか、アンテナっていうかですね、モジュールを作ったっていうこと言ってましたけど、出てましたけど、それは、チップコンデンサーよりもはるかに大きいんでね、もし電波で出すとしたら、少なくともですね、アンテナ系統がいると思うし、あと CPU とかですね、そういうメモリーの情報をこうどっかに伝えるということになると、そのメモリーとのアクセスはどこでやってるのかっていう話になりますよね。そうするとですね、チップの中は確かにですね、ナノとはいかないけど、どこらマイクロメートル単位の、もっとちっちゃいかな、細い線で配線することはできますけれども、それをですね、マザーボードに入れるということになると、マザーボードとつながなくちゃいけないんですね。例えばこういう、これインテル、まあ
CPU はこのくらいの大きさですかね、5センチぐらい、3センチぐらいかな、ちょっとあの このくらいの大きさですよね、 CPU の大きさってね。これはあのチップセットですけれども、チップセットの IC ですけど、このぐらいの大きさです。これで400本ぐらいの、400までないか、200いくつとか300ぐらいの、信号出てるのかな。うん、で信号をトレースするということは、信号を取るということはその目的の信号に何らかの形でつながらなくちゃいけないんですけど、それにはそのチップスパイチップって言われてるところから、信号を取らなくちゃいけないですよね。持ってこなくちゃいけないですね。それをどっかに外部に出すとしたら、無線でもそうですし、またこのボードの上でやるとしたらですね、ソフトウェアで介在しなくちゃいけないんでね、その辺のね、基本的な情報、少なくともですね、大きさと正確な大きさとですね、ピン数ですね、その辺は分かんないとね、というか隠してる理由は全然ないと思うんですけど、それが出ないと本当にこうそういう能力が出るがあるかどうかっていうのがですね、全く分からないですよね。 なんかね、それこのスパイチックの話を聞いてると、どうもね、僕の印象的には UFO とかですね、オカルトとかですね、その辺のこう匂いがしてたまらないんですけどね、もっとね具体的な内容が出てくればいいですけれども、なんか具体的な内容が全くない中でですね、記事の信頼性とか、あの公開取材の公開っていうか、なんていうんですかね、そう、透明性とかね、そういうのばっかり、焦点が あってですね、基本的なこう技術っていうか、技術までいかないですよね、何本線が出てるとかですね、大きさがどのくらいかがね、そういうような基本的なものすら出てないっていうことはですね、今の段階ではあのちょっと UFO のUFO 見たっていう説みたいに思うんですよね。で実際 UFO だったとしたら、こう写真、まあ写真あるよって言うんですけれども、実際にはこれスパイチップ発見っていうふうに出てるんで、そうすると物があるはずなのになぜ出さないのかちょっとね、そこは理解できないんですけどね、いろいろなちょっと政治的な思惑があるんではないかと思うんで、まあね、どうなんでしょうね、一応僕としては今の段階ではファイクっていうかですね、いろんな真実はとても思えないという、見解なんですけどね、またいろんな情報がこう出てくればまた違うんだろうと思うんですね。もしだからチップ台にそれだけの能力の、ものを開発できるとしたらですね、多分あの他のやつもどんどん開発できるんですけど、すごいことなんでしょうけどね。僕は最初ね、もっと大きいチップの中に埋め込まれてると思ったんですよ。マザーボードじゃなくてね、例えばこの一番ね肝になってるのは CPU じゃないんですよ。 CPU じゃない、僕もあの昔、開発してたこともありますけれども、一番、ね、ネックになるのはね、このチップセットです。チップセットは CPU からの信号を全てコントロールしてるんですよね。だから そこに何らかのねハードウェアを埋め込むことができればですね、いくらでもですね情報を取ることもできるし、あとは、そうですね、でその情報を飛ばすことはどうするんですかね、非常に難関だと思います。あのアクロバティックなことをしてるという想定なんでしょうけれども、僕から言えれば量子コンピューターみたいなあのまだこう実用化されてないものを空想の世界で論じてるような、スタートレックの SF の世界にちょっと紛れ込んでるんじゃないかなっていう、印象もあります。はい、ということで、まあ今日は全然違う話でしたけど、ちょっとね技術的に僕はあの
ハート&テクノロジーということで、技術とですね、心の問題っていうことを、まあ、中心にこれからもやっていきたいと思ってるんで、その辺のね、ちょっと、両方に関わることかなと思います。ちゃんとですね、ちゃんと、その、なんていうんですかね、真実っていうか、事実っていうのを、ちゃんと捉えていかなきゃいけないと思うんですね。今回のやつの中には事実っていうのが僕の中ではほとんどゼロだったんでね、事実のない記事をどうやって信じていいのかっていうのはわかんないんですけど、そうするとね、なんか信じるか信じないかの、UFO とかですね、オカルトの世界になってしまうような気がしてます。はい、ということで、まあチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。ナオニンでした。はい、これはマザーボーですね。はい、失礼します。